当主仙台おもてなし集団伊達武将隊伊達政宗である。今わしがどこにいるかお分かりか。ここは仙台市博物館2階の展示室じゃ。政宗様、お久しぶりでございます。お久しぶりござる。昨年の大橋編、以来の、ご共演させていただくことになります。2度目の出陣、大儀である。仙台市博物館の私、中武と申しまする。今回は仙台市博物館の収蔵品の中から一つをですね、政宗様にご紹介したいと思います。うむ、よろしくお願いいたす。紹介したい収蔵品はこちらになります。おお、これはあの橋の擬宝珠じゃな。さすがは政宗様。こちらはですね、仙台橋という江戸時代の初め頃広瀬川に架けられていた橋の擬宝珠になります。擬宝珠とは橋の欄干を飾っていた装飾品のことです。実はこの擬宝珠にはですね、エピソードがたくさんありまして。あいや、またるいなかたけど、ここはせっかくじゃ、我ら伊達武将隊が再現お芝居にて皆に伝えてまいろうではないか。お芝居を見られるのですか。うん、ではとくとご覧あれ。仙台橋擬宝珠、こんなことだったかも。再現お芝居。今からおよそ100年前の大正13年、宮城郡七郷村の広瀬川河畔にある桃源院近くの桑畑でのこと。よいしょ。おじゃった。よいしょ。よいしょ。よいしょ。大丈夫かな。どうした。土の中からとんでもないものが出てきたのです。なんだべこれは。なんだべな、おめえ。負けたなっちゃ。こんなもん。お、なんだこれ。慶長6年ってひょっとしていきなり古いもんじゃねえか。ここ見ろ、ほれ、ふずわら政宗って書いてっぺ。政宗ってあの政宗さんじゃねえか。おどけてねえやら、うん、わしらじゃわかんねえ。わかる人呼んでくっぺつ。おめえ大丈夫か。おめえ大丈夫か。さて、時は遡り400年以上前の慶長5年の末、伊達政宗様は新たな居城作りに着手していました。殿、殿、そろそろお教えいただけませぬか。新たな居城の名前を。おお、重実には伝えておらなかった。え、新たな居城は仙台とする。は、いや、今と変わりない名前ではござりませぬか。重実、今は地よという字を書いて仙台と呼んでおるじゃろ。ほう、その漢字を改めるのじゃ。ほう、しげつな、あれを。はこの文字じゃ。ほう、していかなる意味が。うん、仙人のうてな、仙人の住まいという意味じゃ。ほう、永遠の命を持つ仙人が住まう高台という意味を名付けることで、これからの町づくり、国づくりが末永く発展していくよう願いを込めた。誠によき名にございます。うん、年が明けましたら白普請や町割りを始めてまいりましょう。うむ、そうじゃ。わしの町づくり、国づくりに込めた思いを誰でも見られるところに書き記そうと思うておる。ほう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 。中国古代の聖人が作られた理想の都、太平の国をこの奥州に築き上げる、そのわしの思いを
皆と共有したいのじゃ。ならば仙台城の入り口、広瀬川に架ける橋、仙台橋の欄干にその思いを刻んではいかがでしょうか。仙台城に登場する誰もが目に留めることでしょう。おお、それは良き考えじゃ。我が師匠小佐与正に刻む言葉はお任せいたそうと思うておる。橋の完成が楽しみじゃ。慶長6年12月、政宗様の思いを刻んだ擬宝紙は完成したばかりの仙台橋に飾り付けられました。しかしそこに政宗様の姿はありません。伏見江戸への滞在のまま、徳川家康からの帰国の許可が出されず、およそ2年間にわたって仙台に戻ることができませんでした。ようやく帰国の許可が下りたのは慶長8年8月のことでした。おお、ようやく仙台橋の擬宝紙に対面じゃ。仙人強化、下水千年、民安国体、行天にいずれぞ。仙人が渡る橋のあたり、川の水が千年、その流れを変えぬよう。とわに民が安らかな太平の国を作る。中国の聖人、行の治めた治世に勝るとも劣らぬ国を。まことに我が町づくり、国づくりへの思いがしかと刻まれておる。この橋を通る者は皆殿の思いに触れることでしょう。さあ、さらに良き町づくり、国づくりをいたすぞ。皆の者、仙台城へ登場じゃ。おお、政宗様の国づくりへの思いが刻まれたこの擬宝紙は、江戸時代の初めの洪水によって仙台橋とともに流出してしまったと思われます。しかしそれからおよそ300年後の大正時代に奇跡的に発見され、今もその思いを知ることができます。仙台橋擬宝紙、こんなことだったかも、再現お芝居でござった。おお、竹殿、いかがであったかの。いやー、政宗様のですね、国づくりへの思いが伝わる素晴らしいお芝居でした。嬉しいの。擬宝紙の貼り付かった時のですね、様子というのも、もしかするとお芝居の通りだったのかもしれません。うんうん、あちらで重そうに抱えていらっしゃる擬宝紙なんですけども、こちら発見された時にはですね、重さが30キロ以上ありまして、それがですね、あの仙台橋から陶芸院のあたりまで流されたのですから、水の威力ってすごいなと今回改めて思いました。まさにその通りじゃな。中武殿もご覧いただき誠にありがとうございった。こちらこそ素晴らしいお芝居ありがとうございました。再び展示室に戻ってきた中武殿、仙台城の橋に関しては様々な説があると聞いたが。政宗様、こちらの城下絵図をご覧ください。仙台城と城下町を結ぶ仙台橋はこちらの大橋であると考えられてきました。しかし江戸時代の初めには政宗様のお屋敷があったこちらの御狩屋と花壇からですね、追い回しを結ぶ花壇橋という橋が架けられておりました。確かにそうであった。この花壇橋は二代藩主忠宗様の時代に洪水で失われましたが、この花壇橋を仙台橋とする考えもあります。
この義母子じゃが、現存する義母子は長部が破損して失われてしまっておるが、大正時代に発見された当時からこのような状態であったのか。政宗様、次にこちらのパネルをご覧ください。長部がある。これはですね、昭和3年の東北遺物展覧会に義母子が出品された時の写真です。おこの写真から大正時代に義母子が発見された時にはこのようなですね、玉ねぎのような形の頭頂部も残されていたことがわかります。しかし昭和20年の仙台空襲で斎藤保温会も被災したことで頭頂部も失われてしまったようです。さようであったか。されどこうして現存してくれておることは誠にありがたいことじゃのう。中武殿、素晴らしき解説をありがとうござった。皆々もお苦労であったの。はっ。これからも仙台市博物館の魅力をこの場所から伝えてまいろう。中武殿、大儀であった。またいつでも仙台市博物館に遊びに来てくださいませ。うん。皆の者、仙台市博物館で待っておるぞ。